皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は新規連の野望、地球連邦軍 V 作戦禁止、モビルスーツ生産禁止プレー、続きをやっていきたいと思います。 V 作戦を行わないことによって連邦軍のジオン軍への反攻作戦は21ターン目から開始になるということで、だいぶ大きなハンデがある中で、北京の攻略を皮切りにハワイ、北米と奪還を行っていきました。今回はですね、連邦軍の一大反攻作戦、オデッサ作戦を行っていきたいと思います。すでに部隊ですね、先行させていたものがオデッサの方に入っています。さらに、北米を攻略したビクトレ隊ですね、これも一度北京に輸送して、北京から陸路でユーラシア大陸をまさに横断する形で、今オデッサに向かっていってもらっています。このままオデッサの方の攻略始めていきたいと思います。オデッサへの反攻作戦を行う一方で、ジャブローだったりマドラスだったり、宇宙ではルナ2だったりといったところはね、もう壁を作って侵入されないようになんとか守りきるというね、防衛戦、防衛一方の戦いも一方で行っていますので、このね、壁が崩されないようにだけは常に注意を払っておきたいと思います。壁が崩されてしまうと重要拠点を失ってしまうということになるので、この壁を失わないように毎回毎回ね、確認をしっかり行ってミスがないように、進めていきたいと思います。オデッサへ侵入果たしていますけども、ここでエルランに関するイベントが発生しましたので、これは見ていきたいと思います。まずスパイ容疑のかけられたエルランですが、これ逮捕しましょう。これによってマクベの核使用を封じることができるので、ここはね、間違いなくエルランの逮捕に踏み切りたいと思います。了解です。至急エルランを逮捕します。エルランって確か階級は中将か何かでしたよね。中将まで上り詰めた人間が、まあ、スパイっていうのはなかなかちょっと考えにくいと思うので、きっとエルラン自体は買収されたとかそういうことなんですかね。マクベの核攻撃の予告ですが、これはこのまま攻撃を続行します。これレビルはですね、すでにオデッサの中に工作隊を送っていて、核ミサイルの阻止を行わせていたんですよね。それによってマクベの核ミサイル発射命令をね、出されたとしても実際に発射させないと、まあ、そういう対応を事前に行っていたという内容です。ではオデッサに向けてね、ビクトレー隊をまた進めていきます。このビクトレーがある程度数揃うまではオデッサへの本格的な進攻は待ちたいと思います。数が揃ってからね、一気に大打撃を与えていきたいというふうに思いますので、まあ、ちょこちょこ戦力を投入して消耗するよりかは、一度に大きな部隊を入れて一気に殲滅するという選択肢を取りたいと思います。とはいえですね、輸送されたりすると厄介なので、一部隊だけ入れて戻してという作業だけは行っていきます。それを正そうと思っているのだ。その時はヘンケン君、君にも協力してもらいたい。はい、あなたのような人に会えてよかった。共に戦いましょう。ではオデッサの攻略戦ですね、始めていきます。約3分の1ぐらいの部隊を今回オデッサの中に突入させることができましたので、いよいよ進行戦をね、始めていきたいと思います。まあ、一方では敵も数はしっかりまだ余裕があるようにも見えますので、後続の部隊がね、合流してくるまでの間は、そこまで電撃的なね、進行はせずに少しずつ進んでいくということに徹したいというふうに思っています。宇宙の方はですね、今後の反攻作戦を視野に入れて
ペガサス級の生産を開始しています。まあ、どうしてもね、宇宙では、だんだん苦痛とか、ビクトレイとか、そういったものが使えないので、ここはペガサスを生産して、なんとか火力を出して、うまくですね、敵のルナ通包囲網を突破して、ソロモンに迫っていくっていう、そういう作戦をね、考えていきたいというふうに思います。さあ、さらに部隊増やしました。3分の1ぐらいまた増強したイメージですね。進軍していきます。敵もドームがそれ以上になってくると、なかなか、ビクトレイの攻撃でも簡単には落ちなくなってきてますね。なので捕獲したモビルスーツをうまく使って敵のモビルスーツを潰していくっていう作戦にどうしてもならざるを得なくなってきつつあります。ここにいるゾックがね、結構強敵なんですよね。まあ、ゾックをどう倒して基地中心部に迫っていくかっていうのが一つ課題になりそうです。マドラスで徹底的に敵をおびき寄せておいてくれたおかげで、オデッサ、なんとか攻略できそうな目処が立ってきました。きつかったですけどね、ここまで来ましたね。まあ、このオデッサが取れると、まただいぶね、変わってくると思いますので、あとは敵の残存兵力、オデッサに残っている部隊削っていきたいと思います。はい。これで、制圧完了になります。オデッサの攻略完了です。敵部隊が戦域から離脱しました。敵部隊の反応はありません。いや、オデッサもね、苦戦はしましたけど、うまく、ジャブロ、マドラスで敵を誘引することができたので、攻略できましたね。了解した。これより臨戦態勢を解除。警戒態勢に移行する。連邦軍の一大反攻作戦、オデッサ作戦は成功に終わった。これは連邦軍にとって初めての大戦果である。将兵の士気を大いに高めるとともに、連邦軍全体に反撃の機運を生んだ。ジオンとの激戦を制した連邦軍に反転攻勢の機会が訪れようとしていた。諸軍、オデッサを占領した今、ジオンの脅威は地上から去りました。今こそジオンへの侵攻を開始する時ではない。はい、戦場は宇宙へと移っていきますね。報告します。ジオンがニュータイプ能力を軍事利用するためにサイド6にフラナガンという研究機関を設立したようです。諜報部に確認を急がせますので報告をお待ちください。オデッサ鉱山基地の制圧によって地上でのミリタリーバランスは我が軍に大きく傾いています。今こそ地上からジオン軍を掃討するチャンスです。キリマンジャロ、はい、では地上の様子確認をしてお、きたいと思います。残っているジオン側の拠点はですね、もうここキリマンジャロだけになっていますね。ただマドラス近辺には敵の大部隊がご覧のように、集結をしていて、さらにジャブローはもっと敵の大兵力があってこれに包囲されているという状況は変わらずです。一方ルナ2の方もね、敵こんだけうようよいる状態なので、まずはですねルナ2の戦力を増強して宇宙での反攻作戦、ソロモン攻略作戦が発動できる状態までね、増強を繰り返していきたいというふうに思っています。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、まだこの続きをプレイしていきたいと思います。